はいどうも、カッパ園長です。じゃあね、早速動画見ていくんですが、その前にですね、今日はね、このチャンネルのこのニュースね、内容がね、全部ね、この統一教会関連のお話なんですよね。なんかもっとこの興味深い、ね、この日本の誰かとかどこかとかがこの活躍したとかね、なんかそういうこう内容のニュースが全然なくてね、正直なんかもううんざりというか、あ、またかみたいな。だからもうなんか、どっかの誰かがこの牛耳られたとかね、乗っ取られたとかね、そういうこのうんざり系ってのがもうなんか嫌な感じですけども、そんなニュースばっかりこの5本見ていく格好になっちゃうんで、だからもう正直ね、見たくないっていう人はもう見ない方がいいと思います。僕もしょうがない。ね、この動画のこのネタとしてね、この取り上げて、内容はね、別にほっといていいっていう、そういう内容じゃないんですよ。ただもう、ぶっちゃけ、もういい加減にしろよっていうのが正直なところだと思うんでね。だからもしね、いやもうそういうのうち、もう満腹ですと、お腹いっぱいですと、ね、もっとなんかこのね、この衝撃的な内容とかね、なんかこのためになる内容とかね、なんかこのほっこりするようなこの感動系とかね、僕そういうのが、私そういうのが見たいし聞きたいんですよっていう人は、もう違うとこ行きましょう。ダメです。今日はもう本当統一のうんざり系ばっかりなんで。まあそうは言ってもね、ちょっと順番に見ていくんですけども、じゃあそうだな、どっから行こうかな。じゃあ警察ね。とある県警、まあ、佐賀県警なんですけども、まあ、統一に乗っ取られました。もう取り締まれるわけがねえよっていう話ですかね。まあ、ちょっと見ていきましょうか。佐賀県警、ね、佐賀のこの警察、あ、つってもこれ上の方のね、この本部長とかなんかそういう、なんだろうな、その現場でこのね、走り回ってるこのおまわりさんたちが、じゃないですよ。ね、上の方のいわゆる、なんていうのかな、この警察官僚みたいな類の上の方の人たちが、ね、よろしくやってたっていう、そういうお話ですよね。この教会がね、この観光ビザで、ね、とある半島のあの国の人たちを、なんかこの働かせていた。そう、教会側からなんかこのリークするような人が出てきて、ね、この警察がこの通報を受けていたのに、ね、動かず、しかもね、その、なんだろう、この、実際どうなのかなっていうのをどうやら調べたらしくて、ね、しかもそれを調べた上で、この教会側にね、いや、こんな通報があって、ね、こういう動きをせざるを得なくなりそうなんですけども、だから捜査情報ですよね。調査情報を警察が教会側に流したと。ちょっとなんかややこしいかもしれないですけども、最初この教会のある人が警察にこの相談したんですよ。なんかうちのなんかこの建設予定の正殿ね、この教会施設をまあなんかこの作ってるこの工事現場でなんかちょっといかがわしいやつらが働いてるんですけど、これダメですよね、法律違反ですよね、でこの警察に相談したね、この教会関係者、まあ工事を受け取っただけで教会の信者じゃないかもしれないですよね。まあ教会のね、まああるこの施設を作ってるこの現場、建設現場、建築現場で、ね、本来このね、この作業に従事、ね、させられないはずの人が、堂々といると。これはおかしいんじゃねえかと。けしからんのじゃないのか。っていうことを警察にまず通報しました。ね、でその通報を受けた警察が、通報を受けたのに、調べたんだけども、ね、踏み込まなかったどころか、教会側に、いや、こんな通報があって、ね、このままじゃまずいことになるんじゃないんですか。でこの教会がまんまとその情報を得て、ね、大ごとになる前に対処してセーフっていう、そういうお話です。乗っ取られてるじゃないですかね。何やってるんですかね、佐賀県警。でまあなんかそうだな、じゃあまずはこのリークしたところから見ていくのかな。警察本部相談室長へって書いてあるんですけども、これは本部長宛てってことでいいのかな。なんだこれ、静音感謝申し上げます。唐突ではありますが、佐賀教区の、予定されている正殿建設に対して疑問に思うことがございますと。で、佐賀市高木清張、なんて読むかよくわかんないですけども、
平尾にあるこのパチンコ跡地、パチンコ屋さんの跡地1400坪を2億3000万円で契約していると。お金は許可が下りてから2011年10月10日許可予定、まあ支払うことになっていますと。佐賀市の信頼が置ける不動産会社にその価格を聞いてみたところ、市街化調整区域であるため坪8万から10万ぐらいの価格だそうです。1400坪を10万計算で1億4000万円、建物が築16年経ってるが9000万円計算です。高すぎるとシック、シックっていうのは何だろう、この身内とかこの家族とかこのなんか教団、ね、内で言われてるなんかそういう何だろう、そういう意味合いのこの単語ですよね。なんだろう、漢字だとこの食行って書くんですけども、これはなんかシックって言うんですよね。の間で言われていることだと。で、教区長は具体的には説明されず独自でやっていると。ね、この物件の近くに住む人たちはどうしてあの物件が2億以上もするのか、思った以上に高価なので不思議がっていると。で、本当に2億3000万もするのか、不正がないのか本部の方から調べてほしいのですと。ん？違うな、これ警察本部じゃないな、教団本部か。正殿献金はシックの献金です。献金をさせられすぎ泣いてる人たちが多くいます。70歳過ぎた婦人たちは、年金暮らしをしていて献金できるお金がなくなったら切り捨てられ途方に暮れ寂しく暮らしているそうです。ある婦人は無理して、献金して生活に困り、親族知人友人、シックや元シックに電話してお金を貸してほしいと頼んでいるそうですが、貸してもらえずとても深刻ですと。何やってんだろうなこの人たちは。で、UC はどういう意味だろう、に対して、納得がいかないと、真の誠のって書く真の父母連合に行って勉強していると言っています。私の場合も借金返済中でどうしてあげることもできずにいますが、その夫人が夜も眠れず悩み苦しんでいると思うと何とかしてあげたいと試行錯誤しています。それに対して教区長は献金をまるで自分のお金のように考えているように思えます。その教区長がオートロック付きの分譲マンションに高級な一人で住んでいます。車も2台、クラウンともう1台も大きな車を持っているようです。一体どこからお金が出てきてどうやって買ったのでしょうかみたいな。裏山ってことかな、妬みですかね、教団内の。で、あ、こっからあれだ、警察に通報した話が出てくるんだ。私は佐賀の正殿建設工事で働いている、あのこれ半島人ねが、就労ビザではなく観光ビザで働いているという確かな情報を得たので警察に通報しましたと。で、今正殿の内装工事を急ピッチでやっているところだが、そこに15人ほどのこの半島人労働者が来ていたと。で、このシックの経営しているアパートに宿泊、だからまあ教団関係者、教団の身内が経営しているまあ宿泊施設に寝泊まりして、で、その同じく関係者が経営の焼肉屋さんが食事の世話をしていると。で、この労働者を手配できるのは、なんだこれ、キム教区長以外にはもろですね、いないはずだし、しかも違法であることを知りながら観光ビザで働かせているようだと。こういうところに潜り込んでくるんだあいつら。で、警察にこの様子を伝えたが、すぐ踏み込むことはできないという返事が来たと。うん。で、それから4日後、夜の集会でキム教区長は今仕事に来ている作業員たちは法的に問題があるので本国に返すことになったとね、リークしたんですよね。流れ分かりますよね。まず警察に通報しました。で、警察がいや、すぐ身動き取れません、すぐ踏み込むわけにはいかないんですよっていう返事があって、その後、いや、こんな通報が来てたんだけどさ、ね、やばいから対処した方がいいですよって教団側に、うん、要はこの捜査情報なり調査情報なりを流したわけですよね、動く前に、うん、で、教団がこういう対処をしたってことですよね。うん。で、シックたちの前でそう語ったと。裏を返せば自分が違法行為をやってますという発言に他ならない。翌朝工事現場近くを通りかかったシックの話によれば、数名の半島人と大しき人たちが福岡行きの高速バスに乗り込むところを目撃している。まんまと逃げおおせだと。さすが佐賀県警で、就労ビザ取得しているのかどうかわからないが、現在も十数名の半島人作業員が働いていると。
なぜ捜査情報が教区長の耳に入ったのかは不明だっつってんですけどね、うん、乗っ取られてるからですよね。少なくともね、何人かはね、上の方にもね、この関係者がね、この入り込んでいるっていう、そういうことだよね。うん、警察がこの犯罪団体の犯罪者のこの逃亡の手助けをしたとなれば、前代未聞の大事、前代未聞でもねえか。うん、これは徹底的に本来は追及すべき案件ですよね。うん、ああ、もうなんか警察庁長官をね、この首にしてもいいんじゃないかレベルの話じゃないですか。うん、なんかこういうね、だから結局本当だったらね、この教団が違法行為に、加担しているし、てかそもそも反日団体だから当たり前だし、ね、それにこの警察も噛んでいるっていうことですよね。うん、なんだろうな、てかこの佐賀っていう土地柄さ、ね、あの佐賀出身の人たちを全員まとめてっていうつもりはないですよ。ね、それはこの大陸からのインバウンドウェルカムの、ね、地域の一つだったし、あとなんか新幹線にも反対してませんでしたっけ、ね、なんかこの反日、ね、この反日団体に、ね、この仲良くつるんで、ね、この反日ワッショイやっていたとしてもおかしくないですよね。うん、まあ要は佐賀も統一されてましたっていう、そういうことですかね。意味わかんないですよね、本当に。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。